よし、今回も2択で落とす女の子の続きから遊んでいきましょう。一緒に勉強することになった、どっちを勉強しようと。で、夏休みにやることは、チョイスが英語と理科か。まあ、なんかせっかくハーフって言ってるから、教えてもらった方がいいんじゃないかな。なんか英語とかね。でもなんか理科もできそうに、なんかどっちも似合いそうだけどね、この可愛い女の子。まあ、俺間違った方が理科だと思うな。理科は苦手だったらしいと。いいね。可愛いね。こういうなんかあのね、数字とか嫌いなタイプなのかな。英語を教えてもらうと、英語は得意らしいよ。教えてあげる。すっげえドヤ顔。こんなドヤ顔してくれるんだ。で、勉強終わったら、何か暇つぶしをしようと。暇つぶし、勉強飽きた。いや、早くない？初めてそんな経ってないと思うけど。まあ、チョイスが、ゲームと小説か。ベッドとかないんだね。まあ、ゲームが一番なんか暇つぶしにいいのかな。なんか、勉強とか、飽きたとか嫌いって言ってる女の子は、なんか小説とかもあんまり好きじゃないイメージがあるかな。だからなんか、一緒にゲームとかやって、ギスギスしようぜ。ギスギスゲームしようぜ。だからまあ、間違った答えが小説かな。漢字が多すぎと。まあ、そうだよね。なんか、日本語がハーフって言ってるから、まあ、日本語がちょっと難しいのかもね。日本語ってなんかすごい難しいって聞くしね。俺にとってはなんか英語がすげえ難しいと思うけど。まあ、小説は嫌いと。ゲームを一緒にしたら、日本のゲームが大好きなんだってと。あ、なんかよく聞くよね。日本のアニメが好き、日本がゲームが好きって。で、私の勝ちって感じか。いいね。可愛いね。で、男側も優しいね。なんだかんだ、負けてもね。そんななんか、ギスギスしないって感じ。今なんか、この画像を見る感じ、ギスギスしてないもんね。ゲームやるとなんか俺、ギスギスするイメージが強いからさ、こんな楽しそうにゲームしてんのなかなか想像できんけどね。羨ましいわ。で、お着替えをしましょうと。で、お祭りに行きたいと。チョイスが浴衣とハッピーか。もう本格的に勉強するのはやめたんだね、この子たち。まあ、浴衣を着てほしいかな。ハッピーも十分可愛いと思うけど、なんか、ハーフな女の子の浴衣は、めちゃくちゃいいイメージがあるな。でも、間違った方がハッピーかな？怖いと。ハッピーを着ると、そんななんか、覚醒するんだね。人格変わるんだね。なんか、お祭りの地に飢えたって感じか。あ、なんか、サッカーのなんか説明文すっげえ短いな。一言だな、本当に。で、浴衣を一緒に着て、夏祭りに行くと、手繋いでもいいよと。手を繋ごうって感じか。てか、どんだけ仲いいんだ、この子と。どんな関係性なんだろうね。彼氏彼女の関係って感じじゃないもんね、多分。まだ友達みたいな感じなのかな。最後になんかキスとかしてほしいな。一緒に勉強することになった、どっちを勉強しようと。最後これか。そろそろ帰る時間、帰ろうと。チョイスが徒歩とバス。あ？勉強するんじゃないの？なんか、一緒に勉強することになったって言ってるけど、勉強する気ないじゃん、これ。一緒に帰ることになったってことじゃないの、これ。徒歩とバスをなんか勉強に利用するのはちょっとおかしいもんな。まあ、徒歩で一緒に帰るか、バスで一緒に帰るかだったら、まあ、徒歩で一緒に帰った方が、なんか、ありそうだよね、ワンちゃん。だから間違った方がバスかな。で、バスだと、いい雰囲気も台無しだと。夏祭りの時のバスとか電車って、人混みがやばいからね。まあ、ムードも減ったくれもなくなるよね。うん、勉強なんか絶対できないよね。こんな混んでる中。やったら、多分追い出されるもんね。で、一緒に帰ったら、キスをしたっていう、すごいなんか軽く説明されたけど、すべてを飛ばされたけどね。まあ、キスの勉強をしたってことなのかな？そういうことなのかな？まあ、彼氏彼女になったって感じなのかな？どういう関係性なのかわかんないから、なんとも言えないけどね。で、会社の近くのコンビニに、可愛い女性店員がいる。彼女の存在は仕事の癒しになっている。おっと、目が合ってしまったようだと。主人公がちょっと危ないやつってパターンかな？これ。店員さんと目があったら別に無視でいいんじゃないかな。会釈するでもいいし、にっこり笑う、手を振る、ちょっとなんか、怖くね？別に目合うこと普通だけどね。まあ、チョイスが、まあ、笑顔を見せると、まあ、手を振るって感じかな。で、どっちもちょっと怖いけどね。特に手を振るなんか怖いけどね。知らない人でしょ？手振っちゃダメでしょ？まあ、笑顔が一番、まだマシかな？この選択肢の中だったら。で、間違った方が、俺手振るだと思うな。嘘だろ。手を振り返してくれた。どうやら覚えてくれているようだと。え、でも、ただの行きつけの店の可愛い女の子がいるって感じだよね。大丈夫？こうやってストーカーって出来上がんのかな？なんか怖いよ、これ。女の子側もなんか頬をあからめてるけど。え、なんで？普通に怖くないかな？で、にっこり笑ったら、慣れない笑顔はかなり不気味だったようで、警察を呼ばれてしまったと。すいません、手振るも多分警察呼ばれると思うんですけど。どっちも変わんない。で、なんだったら笑顔の方がマシじゃないかな？まあ、慣れない笑顔は、なんかにちゃーって感じでちょっと不気味だったのかな？女の子側は、手振った方がマシだって思ったのか、ちょっとわかんねえな、これ。お会計をしよう。すぐこの後に、重要なプレゼンがあるが、どっちに並ぶと。男側人気ないな、これ。アイドルのなんか、サイン会場みたいな感じになってるけど、女性めっちゃ人気だね。で、チョイスが寂しそうにしてる男と、なんかすごい賑わってる女の子かな。いや、男側の店員も混雑してるんだから、ちゃんと客呼び込みだよ。これ、店側に後で店長に怒られるでしょ。このバイトくん。まあ、仕事より恋愛を取るってことかな。俺は仕事取った方がいいけど、まあ、間違いが、このバイトくんかな。嘘だろ。で、重要なプレゼンに成功し、幹部に昇格した。ボーナスをゲットと、まあ、仕事はそうだね。大事だよね。まあ、誰も並んでなかった男の方を並ぶのは、
普通だけど、この感じ普通女の子の方並ぶって思わない？なんか今んとこ2問連続で外してるけど、これ俺悪いの？なんか逆じゃないって思わない？これなんか恥ずかしいな。間違った方の女の子の方見ていこっか。プレゼン失敗しちゃったのかな。で、間違った方が女の子の方に並んだら重要なプレゼンに遅刻しクビになってしまった。引っ越しを余儀なくされて、あのコンビニに行くこともなくなったのだったと。まあ、ただクビにされたって感じか。クビって今時こんなこと言わないけどね。もっとなんか遠回しに言ってきそうだけどね。今んとこ俺が思う反対の方が正解だからな。次はどうなんだろう。帰りにまたコンビニ来た。すると強盗が彼女が人質に捕らえてしまったと。で、チョイスがまあ、ボーナスと組み付けかな。なんかボーナス間違いのような気するんだけど、今んとこ2問連続俺の反対が正解だから、ボーナスが正解なのかな。まあ、なんか強盗に首つくの危ないもんね。ボーナスなんかお金あげよう。なんかお金困ってるような気するからね。幹部昇格のボーナスは失ったが、彼女の命を救うことができたと。よくないでしょ。通報しようぜ。あいつ捕まえようぜ。あんな笑顔になってるけど、見逃してくれないって。ボーナスもらった上で、さらになんか金要求してくると思うけどね。犯罪を犯すやつって。成功から見ちゃってるけど、反対はどうなんだろう。刺されて死んじゃったみたいな感じかな。自らナイフに刺されに行き、俺は死んだと。彼女がどうなったかもわからないと。もう強盗もね、こんなつもりじゃなかったのにって感じだけど。そうだね。自分から刺さりに行ったら怖いよね。強盗側も。そっか、まあそうだよね。これで、なんか助けてくれてありがとうみたいな感じで恋愛に発展していくのかな。気になるあの子が感謝と共に名前を聞いてきたと。せめてお名前だけでもと。お名前は知らなかったんだね。まあそうだよね。チョイスが名前を名乗るのと、いやいや、名前なんてっていうのが正解なのかっていうと、名前を名乗らないで、ね、去って去るのが一番かっこいいかな。だから間違った方が、名前を堂々と名乗ることかな。でもな、別にかっこよくもないけどね。名前が好き。ったようで、それから彼女は仕事対応になったと。で、名前が好きじゃなかったパターンとかあんの？どんな名前なんだろう。とんでもねえ名前なんじゃねえかな。よっぽどだけどね、名前で好きじゃないみたいな、名前で冷めるみたいな。命を救ったのに名前で冷めるって、どんな名前だったんだろう。あまりにもやべえ名前だったんだろうね。成功パターンは、さっと去ったら、俺が彼女に求めるのは日常のオアシスと、客と店員の関係が崩れてはいけないのだと。ああ、これで終わりか。一応なんか、客と店員の関係が大事って感じなんだね。だから恋愛として好きではないって感じだ。女の子の方は惚れちゃったけど、これからなんか今までと違ってめんどくさいパターンになりそうだけど大丈夫かな。